こんにちは、ダブリンニュースクールエミーです。前回の動画に引き続きビザ問題について今回はお話ししようと思っているんですけれども、私のチャンネル初めて見てくださる方いらっしゃいましたらば、まずちょっと前々回のね動画から見ていただけたら分かりやすくなっているかと思います。簡単にちょっとおさらいしますと、 UK に滞在していたんですけれども、延長ビザを取ることができ約8ヶ月半、9ヶ月滞在できたんですけれども、その後ね、これからどうしていこうかなっていうところでこう深く悩んでいたんですけれども、日本に帰国することは一旦やっぱり取りやめて、ダブリンに戻ることを決意しました。その戻るにあたっては大学に通うことを決めて、で今もうすでになんですけれども、オンライン授業でクラスっていうのは開講されています。ただロックダウンが今ダブリン市内かかっているので、ほとんどの大学自体がもうクローズしていて、 Zoom ないしはね、いろんなアプリとかでクラスを開講されているそうで、私もイギリスにいながら今はダブリンの大学の勉強をしているという形です。とロックダウンが一応4月までかかっているっていうことなんですけれども、お尻は決まっていないんですが、ロックダウンが終わったらね、多分ですけど、クラスに行くことになるので、アイルランドに入国したいですし、何よりもこの、UK のビザが切れる前にはできたらこうアイルランドにも入ってしまいたいというのが自分のプランでした。ただ今このロックダウン中ということもあるし、コロナっていう部分で空港自体がね、大きくこう閉鎖されていて、この一般的にビザを持ってない方っていうのを入国を認められていないんですよ。例えばもう観光ビザだったら確実に入国できないし、もう一つのビザって言われる学生ビザ、語学学校に通うビザっていうのも今はストップしています。私の場合ここが一番こうネックになっているところであったんですけれども、大学に通うっていうことが決まっても許可書も得てるんですけれども、ビザっていうのは持ってない段階なんです。その段階で今入国できるのかっていうのをずっと問い合わせを続けていました。まずアイルランドの政府、アイリッシュガバメントの問い合わせの方に聞いて、自分の状況を説明したんですけれども、そうするとあなたは今 UK に滞在しているのだから、ちょっと UK のイミグレーションの方に問い合わせをお願いしますと回答いただいて、で、その下が UK のところに問い合わせをしたんですけれども、あなたはブリティッシュではないのでちょっとこちらでは何も回答できませんというふうに言われてしまいました。結局そのアイリッシュガバメントの方に聞いてくださいっていうことですよね。もう一度こう立ち返り、日本のねアイルランドの大使館の方にも問い合わせ入れたんですけれども、ちょっとわからないと、今こういう状況だし、ほとんどのビザは今と日本人は入国できないんだけれども、大学生は確かに入国できる、ただビザ持ってない新規でっていうところがちょっとわからないから、学校側に今一度連絡した方がいいですよっていうアドバイスいただきました。で、学校側に問い合わせてみたんですけれども、やっぱりこのコロナっていう状況は前例ないので、確実に私たちも許可書を渡したから入国できるって保証はできないので、アイリッシュガバメントに聞いてくださいって言われて、またアイリッシュガバメントに同じことを整理して問い合わせしたんですけれども、ちょっと回答が得られなかったりとか、結局またもう一回 UK ガバメント、 UK イミグレの方に聞いてくれみたいなのが永遠とね、この話3週間ぐらい続いてたんですよ。でもすっごい頭の中がこんがらがるし、例えばですけどエージェントとか通して私は留学を組み込んでないので、ちょっと相談するあてもなかったので、この他にどうしたらいいのかなっていうので悩んでてるのと同時に、もうクラスがね学校始まってて結構スケジュールタイトで日中動くことができなかったりしてたので、本当にね精神的にだいぶ追い詰められてまたし、何よりこの選択が本当に良かったのかなみたいなのをねずっとずっと考えてたんですけれども、とにかく今自分ができることを一個一個やってみようと思って整理したんですけど、まずやっぱり書類をねちゃんと取り終わろうと思って、
まずは大学のこのサティフィケイトって言われる、まあ、入学許可書ないしは支払い証明書っていうものを作ってもらいました。あとは1年間ね、最初は滞在できるビザが発行できると思うので、その1年間の健康保険をカバーできるところに加入する、この保険のレター作ること。でもう一つ、アイルランドに滞在した時のお家ですよね、一番大きいところ、これをねちょっと今の現段階で探すのが非常に難しく、一番悩んでいたとこだったんですけど、やっぱ見つからなかったので、やっぱりこの隔離生活絶対しなきゃいけないと思うので、まずはこう2週間どこに滞在するかっていうのをちゃんと決めなければと思って、家の確保をして、このね住所っていうのをもうあらかじめ渡航前に政府のね指定するアプリケーション内で申請しないといけないんですよ、住所とかっていうのを。なのでそれをまあ日にちを決めてお家を取って、でそれを支払い証明書とか PDF 化してプリントアウトしてとか、でまあその政府に住所とかを書類提出したもの、アプリケーション内でしたものをプリントアウトしたものっていうのをまずは作ってみました。で、本当にね本当に大変だったんですよ、この作業っていうのが。で結構このいろいろ自分の中でボロボロやらなきゃいけないことっていうのが落ちまくってて、その最後に持ってきたのが PCR のチェックを受けるっていうところだったんですけど、これはね私まあ一回やったことがあったので、なんかちょっと自分の中で高をくくっていたというか、出国前って今どこの国もそうだと思うんですけれども、必ずコロナチェックを受けないといけないんですよ。まあ、このテストっていろんな種類があるので、それはどのテストを受けなきゃいけないっていうのは国々によりますが、アイルランドの場合は PCR チェックを事前に自分で予約して受けに行かないといけないです。で、私は今イギリスに滞在しているんですけれども、ブリティッシュではないですし、保険に加入していないので、NHS に加入してないので、もしセルフでね、コロナチェックを取らなきゃいけないっていう場合であれば、一般的にはファーマシーっていう薬局でチェックを受けることがね、多分移民の方では今ポピュラーになってるかと思います。イギリスで言うとブーツっていうメジャーな薬局があって、いわゆる日本で言うと、まあ、松本清みたいな感じですかね。そういったところで、まあ、事前に予約してテストを受けなければいけないんですけれども、そのシステム的には分かってたので、じゃあ後でブーツに予約してやろうって思ってて、飛行機をね取るのをギリギリまで渋っていたんですよ。ちょっといろいろこの書類の状況とかもあるし、本来であればもう3月の半ばには出国しようって思ってたんですけど、全然こううまくいかないことっていうのがいっぱいあって、やっぱりちょっと来週にしようとか、だからギリギリになっちゃったんですけども、出国を決めたのは本当5日4日前かなにフライトは取りました。でそれと同時に、じゃあ次は PCR チェックもブーツで予約しなきゃなって思ってたんですけれども、見たらもう全部埋まってたんですよ、今週分っていうの。それちょっと想定してなくって、まあブーツもいろんな場所あるんですけども、ほとんどねいっぱいだったんですよ。もうなんかね顔面蒼白ですよね。全部書類ここまで整ったんだけど、この PCR チェックをどうしようっていうところで、そのやったことあるからっていうところでちょっとあぐらをかいちゃってたんですけど、まずいぞと。でフライトが日曜日の朝9時だったんですよ。金曜日のお昼11時ぐらいにパソコンでどうしようって調べてた時に、 PCR チェックってちょっと特殊で、結果もらうまでに40何時間かかるらしいんですよ、マックスで。でそれを逆算するに、もう金曜日の時点で受けておかないとこれはまずいぞってなりました。でそのブーツで受けることできないし、じゃあどこで受けようっていう話なんですけれども、空港内でね予約を取れば受けることできます。で私はロンドンスタンステッド空港を利用する予定でいて、まあ、そこで受けたらいいかって、まあ、直結したわけなんですけども、何故その今すぐに行かなきゃいけないわけだし、金曜日の予約状況を見るに最終受付が午後3時だったんですよ。ロンドンスタンステッド空港ってすごい辺鄙なところにあって、ロンドンっていう名ばかりでロンドンではないんですよね、場所的に。市内から電車で行くと結構かかってしまって、で私が住んでるところからだと3回電車を乗り換えて大体2時間半、2時間15分ぐらいかかる場所なんですよ。もう今行かないとって思って、その時11時過ぎって、
でも急いで用意して、なんかその時正直、まあその時っていう話もまあ1週間前ぐらいの話なんですけど、今からすっごい精神的にいろいろ追い詰められてて、なんかもう何を自分がしてるかちょっと分かんなくなっちゃったんですよね。いろいろが、電車乗るのももう1年半ぶりとかだし、ロンドンのね、あのアンダーグラウンドのチューブってすごいこう入り組んでるんですよ。最近だと、まあ、すごいどうでもいいんですけど、 Wi-Fi でずっと家で生活してたから携帯をトップアップしてなくて、なんかこういろんなことにこうやんなきゃいけないことがありすぎて、なんかうわーってなっちゃったんですよね。初めてこう自分の精神が爆発するのを体感、もうわけわかんなくなっちゃってて、でもとにかく PCR をスタンステッドまで行かなきゃと思って、なんかもういい年こいてなんですけど、なんかもう初めてあの地下鉄で泣きましたね。迷子にもなるし、なんか自分が今どこにいるのか分かんなくなっちゃって、で、まあ、まあ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 そういった私のこの感情の部分は一旦置いといても、まあ、無事に PCR チェックを受けることができたんですよ。やっぱりその時間なんだね、日曜日の朝9時前にそのチェックインの時点で多分ね証明書必要なので、ここまでに取ってこなかったらねどうしようっていう不安がいっぱいいっぱいだったんですけど、土曜日の夕方ぐらいにはもう結果が出てました。まあでも24時間くらいかかったのかな結局。うん、でよかったと思って急いでプリントアウトして、まあ、本当に最終的なものが揃って、でまあいろいろがこう頭でっかちになってて、果たしてそんなこんなで結局ね、あのパスポートコントロールのところで拒否させる可能性だってあるし、もうこればっかりは行ってみるしかないなと思って、でまあもう精神面かなりぐちゃぐちゃだったんですけど、とりあえずあの日曜日のね早朝スタンステッド空港に向かうこととなりました。